こんにちは、TM コアです。今日はですね、我が家の、水槽に使ってます、水中ライトをちょっとご紹介しようかなと思うんですね。で、先日ですね、水中ライトの、900のタイプをね、購入して、設置してたわけなんですが、今回ですね、1200の、水中ライトも購入してきて、で1200の水槽に、そちらを入れて、で900の水槽には以前からあった900の、ライトを、移動させました。こちらのね、水中ライトは全水のマルチカラー、水中マルチカラー LED という、タイプになります。でこれはこの特徴はですね、RGB、レッドとグリーンとブルーですね、の、光をですね、自分で調整をして、で、好みの色にすることができるというのが、特徴で、で、あとはリモコンでね、いろんな色を、設定できて、でそれを、記憶させといてですね、好きなシーンに合わせて、で切り替えができるというものになります。でもともとデフォルトで、設定されてる、色なんかもあって、でそれも、リモコンで切り替えができるというような状態になります。で同じメーカーの、サイズが違うだけのね、水中ライトなんで、一つのリモコンで、両方とも制御することができるんでね、非常に便利ですね。これちょっとやってみましょうか。今2メーターぐらい離れてるところですが、これをね、こうやって変えるとこんな感じで両方変わります。で白水槽と黒水槽なんで、ちょっと反射の仕方がね全然違うんで、見た目ちょっとね明るいのと暗いのって感じになってるかもしれませんが、色目は同じなんですね。例えばこのレッドにするとこんな感じで、グリーンにするとこんな感じ、白水槽の方はね反射するんで、ものすごくよく見えると思うんですが、黒水槽の方は周りに反射しないんで、魚だけがね浮かび上がって見えるという感じですね。ブルーはこんな感じで、ブルーの例えばその色合いの濃さなんかもこうやって変えることができます。であとこれが、15000ケルビン、それとこれが4000ケルビンの色温度と、こんな感じですね。で普段はですね、今化石の、色上げをしようとしてるんで、もう本当に、オールマックスっていうね、この状態を24時間つけっぱなしです。グリーンの方は消してますが、化石の方はねこの状態でずっとこのテンニングしてるという状態ですね。たまにこう酒飲みながら眺めてるときはこんな感じで、ちょっとブルーがかった感じっていうのもかっこいいですよね。これ非常にね楽しいですね。普通のライトはもうほとんど色変えたりとかすることできなくて、例えばブルーと白と、あとブルーと白両方つけたものっていう感じでね変えるぐらいしかできないんですが、この RGB ライトっていうのはもう光の3要素というかね、赤、グリーン、ブルー、この3つを全部足すと真っ白になるというところの、その強さをね変えつつ、一つ一つの、強さを変えてお好みのね、色合いにすることができるという形です。で例えばちょっとねこう
水中にね、水草とかがないんで、まあ、あんまり変わんないと思うんですが、水草のレイアウトをしてあったりとかする水槽だったら、こういうその色合いにすると、グリーンが映えるっていう形の、プランツホワイトっていうね設定があります。あとこれがクリアホワイト、まあ、クリアといえども結構あれですね、緑がかってます。でこれがクリアブルー、それと、ビューティーブルーっていうね、こんな感じ。クリアブルーとかね僕結構好きで、結構ゴールドが映えるんですね。なのでこの色合いなんかも結構よく使ってますね。綺麗ですよね。なんか水族館っぽいっていうか、ブラックの、黒水槽だと魚だけがね浮かび上がってる感じで非常に綺麗ですね。赤もね結構ね、これ多分氷なんか入れたらこれなんか非常にいいんだと思うんですけども、この辺とかもねちょっと赤を強めの、まあ、交流向けの色合いかな、これはな。今一緒に餌用の金魚を泳いでますけど、餌用の金魚の色を見てもらうとものすごく赤が映えてます。ちょっと遠目だからあんまり分かんないかな。でこれは自由に設定したので、これはもうブルーをちょっと濃いめで、これちょっと赤濃いめみたいな感じの、自由設定の、メモリーになってます。これはね結構ね、いいですね。この電気はね面白い、使ってて面白い。でこのリモコンがすごく楽なんで、でいてこの2台全部パチッとこう変わるんでね、全体の雰囲気を変えるにはすごくいいですね。ただね結構高いですね。で2万5000円ぐらいかな。で900だと2万ぐらいかな。900だと2万ぐらいで買えると思うんですけど、1200だとね2万5000円ぐらいします。まあその価値ぐらいはあるのかなっていう感じがしますね。上と下から両方ともこう明るくするような感じが、好みではありますね。はい、こんな感じで今日はですね、我が家の、アロワナ水槽のですね、照明器具をご紹介しました。全水の、水中マルチカラー LED というね、水中ライトを、まあ、両方同じね水中ライトを使って、やってます。これはすごくこうリモコンで操作ができてすごく楽しいライトですよということでご紹介させていただきました。今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。